キックオフ沖縄。キックオフ沖縄。キックオフ沖縄。こんにちは。こんにちは。沖縄のサッカー界を熱く盛り上げる番組、キックオフ沖縄、 MC の鎌田博です。よろしくお願いします。さて、今日も解説には元 J リーガー上原慎也さんにお越しいただきました。上原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。上原さん、はい、3回目になりましたけれども、もうすでに反響があったということで、はい、これをやってくれる人見つけました。あ、これはスタジアムでキックオフ沖縄、そして深夜ザ愛が浸透していると、はい、トークショーをやってるんですけど、はい、その時にお客さんがやってくれました。嬉しいですね。またこの後もこのコーナー深夜ザ愛ありますので、皆さんぜひお楽しみに。それでは今日も FC 琉球からいきましょう。4月8日土曜日、ホーム沖縄市タピック喧騒キアゴンスタジアムに奈良クラブを迎えた明治安田生命 J3 リーグ第6節の模様をお届けします。J3 リーグ戦2連敗中の琉球、その現状を打破すべく2トップには FC 琉球金崎ムー、そして阿部拓磨を起用。2人合わせて J リーグ140ゴールを奪ったコンビが最前線に立ちます。しかし先制したのは今年 J3 に昇格したばかりの奈良でした。このバックパスを奪われるとシュートが決まってしまいます。この日も先制を許しました琉球。前半4分で0対1、1点を追う展開です。ただ前半11分、攻める琉球、クロスが入って阿部が競りに行きますが、こぼれたところ再び阿部拓磨、狙いすました一撃はわずかに枠を捉えることができません。さあ、上原さん、このシーンですけれども見事でした、はい、クロスがやっぱりペナルティーエリアの中に入れることでこういう二次攻撃っていうのができるので、阿部選手も決めてほしかったですね、はい、さらに前半21分です。再び右サイド、先ほどシュートを打った阿部、クロスが上がって飛び込んでいった高安、わずかに合わず。チャンスをものにできない琉球を尻目に奈良が攻勢を強めます。前半37分、中央でボールを奪われると再び抜け出して、これは決められてしまった。やはりドリブルをしながらパスを出すところを探しながらドリブルしているので、やはり後ろのから来るディフェンスの人がやっぱ見えなかった、そういうところで突かれてカウンターになってしまったっていうところがあると思います。後半に入り、前節ゴールを決めた中野を投入し攻撃力アップを図ります。すると後半16分、その中野がペナルティエリア内侵入して、ゴールキーパーがファンブルを誘うような鋭いクロスを上げますが、セービングに合います。しかし奈良の牙城を最後まで崩すことができず、無情のホイッスル。ホームの声援虚しく、0対2で敗れた琉球はリーグ戦3連敗を喫してしまいました。本当にやっぱりこのゲームに勝ちたいのかというようなところ、みんなそれぞれ思っていると思うんですけれど、やっぱり相手も思ってやってくることではあると思うので、まあ、そこのところの原点にもう一回立ち返らなきゃいけない。相手より走る、相手より戦う、球際打ち勝つ、そういうようなところは厳しく要求していくというようなところになっていくとは思ってますけど、はい、琉球はこれで3連敗ということで、4試合勝利がないという状態です。さて、上原さん、はい、この苦しい状況、チーム状態、心理状況としてはどんなものが考えられるでしょうか。やはり今試合に勝ててないので、はい、チーム内のやっぱり選手もやっぱりメンタル的にはきついと思うんですけど、はい、やはりホームで試合に勝たないとやっぱり上にはいけないので、うん、しっかり次も勝ってほしいなと思います、はい、なんとかホームの声援を背に勝利をつかんでほしい琉球ですけれども、それではここで J3 の順位表を見ていきましょう。まずは1位から10位までの順位表です。カターレ富山が単独で首位に浮上しています。続いて11位から20位まで、 FC 琉球は順位を落として13位となっています。首位との勝ち点差は6ポイントとなっています。ここからは FC 琉球の試合を上原さんに解説していただくこのコーナー、深夜ズ愛。決まりました。今週もよろしくお願いします。お願いします。
さて上原さん、今日ピックアップするのはどんなポイントでしょうか。はい、阿部拓磨選手の存在感です。はい、阿部拓磨選手ですけれども、まずはですね、琉球に今年もう加入して4年目になるんですね。はい、ここまで4年間で22ゴールを挙げている阿部拓磨選手、どんなところが強みでしょうか。そうですね、僕が選手の頃から感じていた阿部拓磨選手がチームにいるメリットっていうのを今日は話していきたいと思います。はい、では奈良戦の阿部拓磨選手の注目プレー振り返っていきましょう。前半16分のシーン、左サイドバック福村からパスを受けた阿部、中央で受けて右にはたきました。荒木が1対1を仕掛けます。左から右に攻めるベンガラ色のユニフォーム琉球、結果的に得点にはつながらなかったんですけれども、中央で受けた阿部拓磨選手の動きが良かったということで、はい、解説していただきましょう。はい、まずここに福村選手と阿部選手がここで目を合わせてるんですね。はい、でこの時に阿部選手は1回ここで画面から消えるんですけど、はい、ここでディフェンスと裏に出る駆け引きをしてるんです。ほう、で福村選手が蹴るタイミングで阿部選手が顔を出して戻ってきました。この広いスペースで阿部選手はボールを受けることができました。はい、でここでディフェンスはなかなか阿部選手にアタックできない状況になっていて、阿部選手がターンをしてパスまですることができました。そうでした。でここから阿部選手はまたボールを受ける位置にいますし、うん、攻撃の選手も前に入ることができて人数も有利になってます。はい、でここから前に 前進していくことができるっていうところが、はい、このプレーの一連につながっていると思います。阿部選手が中央で受けることによってチームの攻撃の選択肢が増えたという、そういうプレーだったんですね。はい、今日の深夜材ピックアップしたのは阿部拓磨選手の存在感でした。キックオフ沖縄、この後も続きます。キックオフ沖縄、続いては沖縄の小学生から高校生のチームまで幅広いチームを紹介していく新コーナー、未来へキックオフ。さて栄えある第1回の今日は那覇市にある強豪チームエスペランサ FC を特集します。こんにちは、田中里穂です。さあ今週から始まりました未来へキックオフ、今日は那覇市の新都心公園にやってきました。県内でも有数のサッカーチームエスペランサ FC の練習にお邪魔してきます。那覇市を拠点に活動しているエスペランサ FC は2014年に設立、これまで全国や九州大会と数多くの出場経験を持ち、去年は鹿児島県で開催された全日本アンダー12サッカー選手権大会に沖縄県代表として出場しました。強さの秘訣は何でしょうか。毎回練習の時に、試合のことを想定して練習しているので、その辺が試合の結果に表れているんじゃないかなとは思います。ただワイワイガヤガヤ楽しいんじゃなくて、やっぱりサッカーが上手くなって試合にも勝って、それで楽しいというか、そっちに持っていきたいなと思っているので。そのエスペランサ FC で今年キャプテンを務めるのは、兄の影響でサッカーを始めた小谷拓人さん。キャプテンとして何か意識していることありますか。試合中とか苦しい場面の時とかに声を出して、そのチームを盛り上げたりとか、そういうのを意識しています。そして飽くなき探求心とゴールへの嗅覚を併せ持つのがチームのエース平喜一さん。喜一くん、憧れの選手はいますか。三笘です。三笘選手、どういうところが好きですか。顔を上げてドリブルできるから、自分も顔を上げながらドリブルできるようにしたいです。将来の夢は何でしょうか。プロサッカー選手です。練習中あることに気づきました。女の子もいますよね。そう、エスペランサ FC 唯一の女子選手、伊藤真子さん。チームに入ったきっかけは何ですか。お兄ちゃんがサッカーをしてたのでやりたくなりました。みんなとチームで戦って勝つところが楽しいです。ここで番組リポーターの意地をかけ、真子さんにドリブル対決を挑むことに。ルールは簡単、10メートルほど先にある赤いコーンを折り返し、ゴール前に置かれたマーカーから先にシュートを決めた方が勝ち。
リブルどうでしたか？でも結構できたと思います。本当優しい。ありがとうございました。ありがとうございました。エスペランサ FC の選手たちには FC 琉球の公式観戦チケットを漏れなくプレゼント。今後の活躍を期待しています。全国大会優勝するぞ。全国優勝という目標を掲げていましたエスペランサ FC ですけれども、本当に泥臭くひたむきに頑張るチームっていうのは元気を与えてくれますよね。はい、サッカー選手を目指して頑張ってほしいと思います。棚原里穂さんのドリブルも見事でしたよ。上手でした。はい。さあ、そして番組ではですね、出演するチームを募集しております。取材させていただいたチームには FC 琉球のホーム戦の観戦チケットをプレゼントいたします。詳しくはホームページをご覧ください。さて FC 琉球、今日も試合が予定されています。午後5時からホームにギラバンツ北九州を迎えますけれども、やはりここ数試合先制点を取られているので、しっかり FC 琉球が先制点を取って先行することが大事だと思います。はい。そして今日はですね、ホームにバネ人間をお招きしているということで、はい、TikTok で非常に有名なバネ人間が来てくれる。大人気ですからね。はい、いうことですので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。また番組ホームページとツイッター上では上原さんへの質問、そして番組への感想をお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、キックオフ沖縄とつぶやいてください。ここまでスタジオ解説は元 J リーガー上原慎也さんでした。上原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。キックオフ沖縄、また来週です。